番組この後はモタール・エディオショー特別インタビュー今月3月ロングバケーション30周年アニバーサリー版とナイアガラス CD ブック1を出した大竹栄一さんをゲストに迎えて楽しいお話を伺いたいと思いますアクスティッ 僕らレコーディングしててやっぱり、まあ、楽器の録音はともかくも一番気を使うのはボーカルのダビングですよね。はいはい、で大拓さんもあの自分ロングバケーションの時に大拓さんどんな風にボーカルダビングしてるのを人から聞いたんだけれども見たことなないいよね見見た<人>な見たことです人がいないんだよね。 スタジオにこもっってて一人ででパパンンチチウしないすよだ結局フッサスタジオの5年間があってね自分でエンジニアをやってたわけなのでその時一人しかいないからね当然全部その時に全部やってましたからもうロングバケーションの時はミキサー歴6年目とか7年目ぐらいですからお手のんですよ僕らだと例えばディレクターとか第三者がいてそしてまあ歌を聴いてもらいつつダービング進めていくと普通のやり方なんだけどもやはり大竹さんが一人で ダミングをするというその理由はやはり完全に曲のアレンジからトーンマナーからやっぱり全部知り尽くしてるので自分しか適切なボーカルダミングができないという自信からなんです、ね、3つぐらいあるんですよ、はい、理由がそれ、うん、まあもちろんあるんだけれどもうん、うん、人がいるとやっぱり嫌なのね。というとね「どうぞ」とか言われるのも嫌なんで、ね「歌ってください」とか「えー、いいね」とか。お願いしますって言われるのも嫌なのね。<あー> <laughs> <laughs> だって自分でお金を出してで自分でミュージシャン集めてねスタジオ代払ってたよ自分でやってんだからああどうして僕はお願いされなきゃいけないのかっていうようなことをいろいろ考えたりとかだから今日今はうまくいかないからちょっと元に戻してとかどこまで戻すとか、うん、そういうのをその言ってる間が嫌なのよあ,あ,あそこでテンション落ちるも大抵て<あ>だから自分だったらすぐに戻せるし。うんうん まああの一言だけパンチに間違えてオッケー消したことあるけどね。<laughs> それはイケイケでしたね <laughs>。だよね。<laughs> ドムサムカーボーイっていう内側ガラムの後半のところであのあっと思ったね。あ<ー>でまあ、すぐにあの止めて、はい、あのまあ編集しましたけどな。うんね、そうですか。はい。それがやっぱりその一つは人がいるのが嫌ないだと人がいるとどうもあの自分の実力が出ない。あ。 人見知りが一つそれから人に命令されるのが嫌というわがままな気質すわ <laughs> かります、まあ、あとは自分があのエンジニアっていうか自分がアシスタントっていうか、はい、自分以上に自分にのあのどうなのかなあの申請に合ったエンジニアリングとかあの助手のやり方僕以上にうまくやる人絶対にいないねその3つぐらいですかね。うん、あの特に このボーカルダービングということで思い出すのが80年初期でしたけれども僕は大竹さんのプロデュースの「ナイアラトライムューム2に参加しました、はい、あの時に「彼女はデリケート」っていう曲があって、はい、でまあ自分で完璧だなこのボーカルも大竹さんきっと気に入ってもらえると思って持ってったら「うん佐野君もう一回やり直してみようか」って言ってスタジオに放り込まれてそれで歌ったんですねでその時に大さんが あ僕はどういうふうに歌ったらいいかちょっと考えあぐねていた時にトークバックで「えー、佐野君、うん、エディ・コクランだよ」っていう一言を頂い,いて「うん、うん、エディ・コクランか」と思ってそれで歌ってでですね、うん、でそれは自分にとっては、えーまあ、どちらかというと不本意というか、はい、持ってったものはもう2時間も3時間もかけて。 完璧にこうピッチもコントロールしてダブルボーカルしてそれで持ってたのに大竹さんが OK 出したのは何かその辺でチャラッと歌ったようなねテイクを OK と言われたもんですからこれでいいのかなって当時思ったんですけれどもね、うん。 すぐね、カッチリしたバージョンだったんですよね。そうだったんです、ね。最初にもらった時に、はい、で、まあいろんなことを瞬間的に考えて、まあ今にして思えよというようなこともあるんだけれども、えっ、ー、とあのテンポでカッチリ歌ったあの彼女っていうのの年齢層がすごく高く感じたのよ。ああ<ー>、で丸の内の OL のような気分がしたの。確かに彼女を借りると、まあ自分もがソングライティングしたわけですけれども、対象は O.L. じゃなかったです。やっぱりガールにあの話しかけるですよ、ね、そういう詩でした、ねはい、もえっ、ー、と日本の歌う市場をえっ、ー、と女性を男の子はね女性を歌う場合に、うん、あんまりあの丸の内の女性のような人を歌ったってケースは少ないんですよ。もう少し年齢下ですよ。ガールですよ、ね。対象はレーディーじゃない。はい、なもんだからちょっとレーディーっぽい女性のように思えたので、やっぱりガールにした方があ,<ー>あの良いのではないかというふうに思って かと思いますそれでおそらくエディ・コクランをおしろ出したんだと思ったんだよね。ねはい、それとあのエディ・コクランの、はい、あの時にねエディ・コクランで行くんだって言った時に佐野、はい、君がもうシェイクしだしてやったんだけれども <laughs> 僕はあの「サムスン・エウス」っていう曲があのエディ・コクランの曲が好きで「ええ、でサムスン・エウス」っていう曲はあんまり本国でヒットしてないんですよ。イギリスのチャートだけでヒットしてイギリス人が選んだ、うん、あのエディ・コクランなの。あ で当然日本でも当然ヒットしてないしね。えー、日本ではバルコニーに座ってとかね。はい、ああいう感じのものが、エディ・コブランサのサム・タイム・ブルースもヒットしてるんだけど、はい、サム・ゼン・エウスっていうのが。で、僕はあのレコーディング後だったか前だったか覚えてないんだけど、ポール・マッカートニーと、あのエディ、エイク・クラフトが出てきて、何やろうかって言った時にね、はい サムセン・ゲイウスをったんですあ、そうですか。で、やっぱりで、イギリスでだけ大ヒットしたっていうだけのことはあるなと思ったが、えーうん、すごくなんか、あの、イギリス人が好む、うん、<laughs> ロックルールの感じがしたの瞬間的に、はいうん、アメリカンロックっていうよりも、なんかイギリスのロックをサノくに感じたわけだ。だから、あの時に、その、エリコク,クランの中でも、うん、サムセン・ゲイウスっていう曲のつもりだったんなるほど。 ハ,イハートをこう開いて「ジャ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 っていうのはこの当時はものすごく斬新なんですけどこのドラマは「リトル・リチャード」のバックをやっていたアル・パワーマっていう人なんですあ,あう,んですうんで「リトル・リチャード」のようなサウンドが欲しいっていうのでエディ・うん、リコークランはサマータイムブルースも「カモネーヴ・ネベバ」で、う、も、ん、そのアル・パワーマこのドラマでやってるんだけれど<ー>でなぜかだからサムクがね「マルカ・ヘア」「デイシー・ウォーズ」で「はい、デーシー・カムズ」で「デズ、はい」カムズ」で なだからこれはエ相手交換でやった方がいいで今の歌あの聞いて分かる通り、えー、こういう歌はね12回歌った方がいいの。あのダビングで重ねるよりももう一発、うん、気分で歌っちゃった方が結果がいいということですよね。絶対そういうことなのよ。はい、お客さんの作られたレコード聴いてみるとやっぱりそのいろんなこう何ていうかな、うん 手塚治虫さんの漫画でいうと、ひょうたんつぎみたいな、突然何か、わけのわからないものがぴゅっと出てくる,てくる瞬間とかあるんですけど特にあの僕、これ、聴きたかったんですけれども、えー、初期のハッピーエンド時期の曲で、これ、大竹さんが作詞、作曲してる曲ですけれども、台風、台風これ、一番最後はあの、バンドがガーっと盛り上がっていくんですけども、えー、すごい長いんですよ、本当は。でも,もっと長い、12分ぐらいやったかな。 だったんですうちにあのスルーの,あ,のあれがありますけどね結構ね縮めたんですよあんまり長いからあの実際こうレコードになってるそのフェードアウト際に、うん、多分大竹さんだと思うんですけれども何風速40メートルって私でございますそうですよね、はい、あれ大竹さんのことだから何かのパロディーだああそうか,なのかなそのくんはジェネレーションじゃないんだはいああそうだよね年齢。石原裕次郎の 風速40メートルっていうあの映画があって歌もあるんですよ。うん、風が吹く吹く、やけに吹き上がるとっていう、えー、風に向かって叫びたくなるのさっていうね。で、何、えーえー、風速40メートルって言って、まあ台風の歌にかけて、まあ最後ね、吹た風吹け、雨吹けで、そして大瀧さんが何風速40メートルと。うん こう言ったわけなんです、ね、これがね日活マニアの渡辺武信さんに受けたね <laughs> 渡辺武信さんってすごい詩人の人なんでね、はい、松本がすごい好きで,、うん、で NHK の若い子玉に、はい、あの渡辺武信さん呼んだんですよ。 でまあ、いろんなこと言ってたんだけど、ええ、台風たまたま聞いて、はい、まあ放送には載ってなかったんですけど、ええ、終わってから「あの台風ってのは面白いね」って言って「何風速40メートルってっことこ面白いよね」って言ったらすごい日活の研究家の人でもあったんですよ。そういうようなことありましたけど当時はレコーディング機材の続きで聞きたいんですけどタクははチャンネルだったんですか、ね、あれは16ですすあれ確かエンジニアは吉野金次さ,さんでした。うん吉野金さん にも教わって僕もあそこであのエンジニアリングの面白みを味わうことができて、はい、やっぱり当時はメインストリームの歌謡曲という音がありいいいそして大竹さんたちが新世代が作ろうとしていたオルタネイティブな音があり、はい、でその音の違いは何かっていった時にやっぱりそれは録音にあるんだと気付いた最初の世代だと思うんですね大竹さん細野さんといは。当時吉田敬さんそしてまあ吉野金さんこのお二人が。 後の何とかロックポップのね,うねレコーディングの意思を作った、はい、ノウハウを持っていた唯一の二人でした当時レコーディングでまあソロを作られるときにやはり吉野さんというエンジニアに求めるものは何でした小瀧さんは吉野さんはね<う>でもとにかくまあ自分の音と自分ドラマなんか自分で知恵にしてますからね、はいえー、それからあのもうリミッターも自分で小、まあ、の型の,あのポータブル型のを持ってきて。 でその音作りのあるとか、まあ、マイキングですよねマイクがこうどういうのとか,かそのマイクの種類とか、うん、そういうようなことを、まあ、あのいろいろ研究してた人だったので、うん、我々と本当にすごく話があって仲間という感じはした、ねうん、そういえばね「指切り」って曲があるんですよソロ、はい、アルバムのいい、ね、あれね一回歌ったきりはさあれ <laughs> あんたと一緒いやそうですかリハーサルの曲なのよ であれかな<ー>ちゃんとした普通に合わせトも普通に出すもんでとりあえずこんなガイドの歌ですよっていうつもりで一回やったら吉野さんが「これはいい」って言うのよ「あ<ー>今のガイドボーカルなんだけど」って言ったんだけど「いや絶対これだ」って「あ<の>これに OK にしてくれなきゃね、はい、降りる」って言ったんだあわかります <laughs> よく言うんだ大竹さんはもうご自身でエンジェンニングやられることよく知られてますけれども。 そのサウンドメイキングというか実際レコーディング自体に興味を持ったきっかけというのは何だったおそ、まあ、らくラジオだと思いますねあ<ー>我々の世代の鉱石ラジオを、ねはい、自分で作ったりそれから3級スーパーとか5級スーパーとか自分たちで組み立てたりとかいうようなあれで,、うん、でラジオでその音楽が流れてきてっていうようなところからだと思いますよ。うんあ 中学2年であとテープレコーダーを買ったのでやっぱその時の,ロコンの楽しみですかねそしてナイガラレーベルを設立なさるんですね。はい、でそこ,こ75年ですけどね。でそこのレーベルでもちろんプロデューサーとしてもやられたんですけどもエンジニアリングも同時にやられた。人いなかったからね全部一人やらね <laughs> <laughs> あの掃き掃除から始ま,、はい、始まるわけですよね、ね <laughs> マイクたり、ね、<laughs> それからですよ、みんな来て譜<ー>面渡してで、エンジニアの箱に入って、で行ったり来たりしてね、どうのこうのってそういうよういよな感じですその後時代はしかし、プロデューサー・エンジニアといって、はい、プロデュースもできるし、エンジニアリングもできる。そう,したらこうレベルを作って スターを育てて、うん、で、レコードヒットさせる、これ時代、後にやってきますよね。ねその先駆けだったと思うんですけれども。なんやがるレーベルで、一番最初にレコーディングした時のことって覚えてます,かそうですよ。いや、ハッピーエンドから、つい最近2003年の最後の、あのレコーディングまで。うん、あの、細かく覚えております。どのレコーディングが、どういうふうにして行われたかっていうようなことは。え、は、え、い。うん、覚えた、自分でやってますからね、結局。うん、はい。 例えばナイアラレベルの1枚目はあの山下君がいたシュガーベ b ブっていうね、はい、グループの「ソングスってアルバムだったんだけど、はい、あれも全部つけたんですからね<ー>でミックスも最後全部自分でやってますから、はい、彼にもこの前言ったんだけど回数では僕の方が聴いてるだろうっていう<ー>ような気がプロデュースーですから、ね、あ気がエンジニアだっていうのが大きいんじゃないですか、はい、繰り返してミックスしなきゃいけないそうですね 今更聞くのも難難なんですけれども結局シュガー s イブソングスレコーディングにおいて、はい、大竹さんの立場っていうのはまずプロデューサーですねレコーディングプロデューサーであり、うんあのー、エンジニアでありそう,そうですね74年にもう前肢があるんですよ<ー>75年レコーディングする前にあそうですかねフ、えー、で練習をしたり、はい、ライブをやったりとか結果は残ってないんですけど、はい、74年に随分、あのー、の歴史があるんですね実は。 そこで大体出来上がっていたのでレコーディングは楽でしたよ最後の方編曲面で大瀧さんのアイディアというのは何かしら入っているんでほとんどないと言っていいと思いますよあれはやっぱり達郎さんのアイデア、うん、全部山下くがあの,あのバンドは全部仕切ってますからあのソングスアルバムの中ではまあ山下さん特有の白玉のハーモニー多く入ってますけどもあ,<ー>あのハーモニーのレコーディングの方法は大瀧さんが提供して無視法であの全員ぐるっと回るみたいなことは取ってました でそれはその前に彼らは CM のコーラスで最初に入ってるんですね僕の74年にその時に虫こうで「シ u ガー r ェ a ブ r i と「シンガーズ r s 3と「7」に1本のマイクを虫こうにしてノイマーですけどそれでぐるっとあの全員囲んでっていう取り方をその時にしていて山下君だけは大きいわけですよ、はい。一歩後ろ二歩後ろ三歩後ろみたいな<ー>。<laughs> そういうい、ね、うんそういうようなことをやりながらやってましたはいね、ええ、大竹さんが一番最初にそのポップソングを聞いたというのは何歳ぐらい意識的にポップソングに目覚めたのは何歳ぐらいですかそれは六十二年ですね中学二年ですね<ー>意識的なっていうのはやはりラジオですか、ね、ラジオですうん、ええ、その前からラジオを聞いてました今あの一番の自分にとってのあのメインになるあの年は千九百六十二年なんですね中学二年生なそうですああ エルルビスがリババイヒットしたんですよブルーハワイっていう映画が日本で大当たりしてそれで昔の曲をサイプレスしたらベスト10に入っちゃったっていうぐらいにそれが「ハウンドドッグ」と「ドントゥ・イ・クレヨって「冷たくしないで」っていうカップリングだったんですその時に初めて聞いたんですエルビス・ス・ベスリーは確か1956年デビューですからあーエンハートウェイコーテルはね62年というともうかなりエルビスとしてはスタートしてはもうオーストラリアされていて。 で大竹さんにとってエルビスというのはどれくらいの存在だったんですかブーハワイで流行っている人みたいな感じですかね。な<ー>のねああいうあのアイデン・ニューっていう演、はい、ーハワハワイのね。はい、でまあビンクルスビンの持ち歌を自分の本にしちゃったのがねそうでしたね。そ考えてみればすごい話ですよね水空ひばりの持ち歌をあのあやが全部取ったみたいなね味みはあのす,すごい話ですよ。はいね ちょっとただいま思い浮かばなかったんでなんなんだけど、でそういうようなことだったんだけれども、そのハンドドッグとドンブイクレルのカップリングを聞いたときに、ちょっとすごいと思いましたね。なるほど。その頃ご崎さんもさ、楽器など弾かれさ、いや全くない僕は楽器は本当にハッピーエンドになってからやったに等しいですよ。え、だから本当にもう素人もいいとこで以下のものしかないです。どれもどれもダメ。 うん。六十二年、えー、まあそのような出会いがありその後どんな音楽にこう興味を示していたんですか。六十二年からだから六十二年デビューがあのフォーシーズンズとビチブーチボーイズなんですよ。フォーシーズンズビーチボーイズは六十二年デビューしてるので僕は本当にリアルタイムに彼らが出てきた第一曲目からシェリーとまあ日本じゃサーフィン U.S.A. だったんですけども <laughs> ここからずっと出るものをずっと追いかけるみたいなだからこれ以降の人たち六十二年以降のデビューのものは あの全部ずっと六十七年まで追いかけましたね。つまりそうすると、その後にビートルズが六十四年に、うん、あのハプニングしますけれども。ビートルズ以前、ビートルズ以降というのをリアルタイムで経験し。だからエルビスのそのリワールヒット。で、はい、エルビスでウブユーを、あのー。 タイムライン的には遅いんですけどね、はい、エルビスシの中では遅いんですけども、はい、まあエルヴィスの方がまあメインだったわけですよ。はい、だからビートルズが出てきた時にはそのビートルズ何するものぞっていう感覚もあるんですよ。一方ではね。はい、とは言いながらもビートルズの魅力にも更新がたいっていうので、はい、イギリス勢の方に入っていくっていうのとあの時にエルヴィスをあの友達に任した。 六十四年以降は友達が買ったんですよ。<ー>で友達が買ってきてそれを聞くっていうのにして任して、はい、あとはビートルズ以降のイギリス勢をあの聴きました。なるほど、ね。えー、その後実際に楽器を持ったり、あ自分で曲を作ってみようと思ったのは何歳ぐらいですか？たまた高校三年の時にあのドラムがあの持ってる人がいて買わないかっていうふうに言われて、はい、で買う前にどんなものかっていうので借りて。はい でまあ田舎だと思うんですからあの友達のあの田んぼの真ん中にある一軒家のところに行って、はいえー、柱んところにあのバスドラムを止めて、はい、それでそこでドラムを叩いたのがあの最初の僕のあの <laughs> 最初はドラマなわけですねリズムから始まるんで,、ね、で最初にその日のた <laughs> 叩いたあのドラムのあの音ですけど録音、はいはい、あるんですあそうなです、ね、初めて叩いた時から一応あの程度の 下手ですけど、ちゃんとビートがトンスタタントンなあの叩いてました。当時言もちろんオープンリールのテープレコーダーですね。あの時はもうカセット6時な6年からそこからカセットの第一号みたいなのが出てきていて、<ー>それであの二人持ってたんで、で、はい、あの頃ダビングみたいなこともやったりしました。大、はい、竹さんじゃあリズムから始まったドラムから始まったっ、ね、僕はだからあのあのー、興味深いですね。僕はドラマだと自分で思ってます。ああ。 だ時々だからあの、ね、ドラマのフレーズなんかはほとんど自分が考えてるものが多いと思います、はい、今までのものの中ではその後の大竹さんソロのいろんな楽曲に見られるリズムアレンジは、はいろんなバリエーションがあるんですけどもよ、ね、これやっぱり大竹さん一番最初に出てるからドラマだ,だからドラマに気になるんですよ、はい、さっきもだからあの「サンフィン・エス」でももうアルパーマン誰がったいてるとかいうようなことの方に、はい、あの耳がいってしまうんですけどね なるほどね。<ー>非常に興味深いですね。すはい。<laughs> うん、結局、まあ、その後、今度、まあ、自分で曲を作ったり、詩を書いたり、する、するんですけども。同時に、多重録音というものにも興味を持ち始めるね。うん、だから、そのカセット等が2台あったら、多重録音ができるんだっていうことを。その高三ぐらいの時に、まあ、誰でもね、はい、あの頃かった人はみんなやってるわけですけども。はい まあ、あれをあの一人でやったら面白いんじゃないかっていうこと、うん、でソロアルバムですねさっきの吉野金次さんと一緒にやったソロアルバムの中でタジ多重録音自分で一人で「あ<ー>あの空を飛ぶクジラの B 面のサミダレっていうのがあるんですけど、はい、あれはベース以外全部自分でやってるんですけどねあそうですそれは僕じゃないよりは全部自分でやってますねスチール以外は。 そうですかいやいやだそういうあの一人多重録音みたいなのに凝ったのが72年から73年にかけてですね。 ブルース、フォーク、and roots of rock this is。ラジオのエンディ h グして、ダソングライターズって番組やってました。久しぶした本当にね。三君からね、あの <laughs> 出演以来がいなきましてね、<laughs> いや本当に僕はあれだったんですけど、だから今日はそのソングライターズのラジオ版ということで一つ、はい、<laughs> あのお許しいただければっていうことでと嬉しいです。ねえ<ー>、はい、まあ69年といえばウズストックがあったりとか、まあ。 当時のロックジャーナリズムはニューロックなんて言葉でいろんな新しいバンド出てきた本当にこう激動の時だったんじゃないかと思うんですけれども、はい、ハッピーエンドでとにかくやりたかったことは何だったんですか何だったんですか、ね、とにかく日本語のロックっていうのは細野さんが考えたキャッチフレーズですから、はい、えー、っと思った時にさあの頃今よく聞かれたんだけれども、えー、あの日本語のロックって日本語で歌ってどうでしたかってよく聞かれるんですけどもね、えー まず第一巻はノリが悪いんですよ。<laughs> こんなもん歌える、格好悪い。はい。これが第一巻ですよ。やってる側の自慢じゃないですけど。はい、どうやったら、この、なんか、らしく聞こえるようになるんだろうかっていう。ことの戦いだったですね。三年間はね。僕らの世代で聞いて思ったことは。あの、ハッピーエンドの詩。まあ、それは。例えば、大滝さんが書かれた台風という曲があって。はい、英語の。 音韻を日本語の音韻にこう置き換えて歌うというか詞を書くというかそれをやった初めての世代かなとて僕は思ってるんですけれどもこれも意識的にやってました、うんうんうん、意識的にやりました、はい、あのでそれ以前の人たちので聞い,た聞いてあとのの前のを聞いてみるとね日本語で歌ってるんです日本語でっていうより漢字で歌ってるんですよ。わかりますよその言葉は、はい、で松本君は漢字が多いでしょ、はい 面はね、はい、で漢字で自分もだからおそらくノリが悪かったのは漢字で歌ってたからだと思うの、はい、だから全部音に分解したんですよだから僕のね歌詞ード全部ローマ字になってるってよく言われたんだけれども実は皆さんここ今大田さんのこの、うん、証言とっても大事なことを言われているんですね僕あの台風の歌詞今一度手元にあるんですけどちょっと読んでみたいんですよ。りりはににわか,にかきくもり 窓のすだれを冷たい風がぐらぐら揺さぶる。こういう情景から始まるんだけど。それはね、だから、例えば、あのう、フォークソングだと、はい、あのあたあ、あたりは。にわかに。かききくもりとか。か窓のすだれを。冷たい風がとかって、こうなるんですよ。当フォークシングだったら必ず。そう歌えまんで、うなんええ、こうなって、何が面白いもの、がつまり。それは誰かがやってるし、誰でもやるから。はいはい 誰もやらないことはないかと考えた、はい。はいはい、<laughs> それで分節切るっていうくだらない,くだらないアイディアを思いついたまるでその日本語英語のよう日本語英語っていうこともあるんだけど、うん、た,ただね要するに、えー、と分節音に分解して分節切るっていうことだけど、ね、だからあたりはにわかにじゃなくてあたりは2で止めたの。はい で、次は、若にかで止めたっけね。バカだよね。あの、レッスいや、バカじ, <laughs> じゃなくて、これ、これ今、とっても大事なことなので、ちょっと僕、復唱したいんですけど、あたりはにわかにかき曇りですね。もう普通のシンガーだったらば、あたりはにわかにかき曇りですけども、かかハッピーエンド大竹さんという歌手がやったのは、あた<え>りはに、若に,にか、き曇り。<laughs> これ初めて聞いたし、<laughs> なんだろうなと思いますね。思うんだけれども、ただそのその時にあのやったんだ分析を切るっていうのは、僕はアートであの思ったんだけれども、うん、あのね、プレスリーとか要するに英語のあれで英語でも全員があるわけじゃないんで、プレスリーにね、あの風差しや財団あって、はいはい、あのパズミファイセメダルフェニセックバイドンビエングウィブミって言うんだよ。あ で僕は日本の語のロックを始めた時にえときに、犬は糸と糸で切れるけど、も道具はドとグで切れるわけじゃないっていう、そういうあの根源の,あの日本語、しょうがないからね、好きでやったんじゃないんだよ、その根源の日本語と英語とか、日本語について考えざるを得なかったのね。その時に、やっぱり糸と糸は、日本語の場合は糸と糸に切れるけど、ド道グなり、あるいはキャットは、根と子は切れるけども。 キャットはシーエいうキャットとで切れるわけじゃないっていうような話から考えたときに「ドンビアングリーウィズミドンビアングリーウィズミ」ねえっとオリジナルのハンクスノードンビアングリーウィズミ」っていうふうに歌ったわけだけどエルビスはさ「ドンビアン」って切ってんだよ「グイウィズミ」それはないって大きなインパクトがないんないかと思ったらエルビスの新しさはそこにあったわけさ。 エクレクレポップ、ア This is 先週に引き続きモトウェイ・レイディショー特別インタビュー今月3月ロングバケーション30周年アニバーサリー版と「ナイガラ c d ブック版」を出した大竹一さんをゲストに迎えています。<music> ソングライターズ』で松本隆さんをあのゲストとして迎えた時に、ねはい、あの曲ですよね1969年の『ドラッグレース』はい、あの曲の詩は、まあ、松本隆さんいうところによると杏に大竹さんに送ったものだったようにおっしゃってたんですよ。大さんもそう思いますか69の69年に あの細野さんと僕と松本君で松本君が運転してですね、はいえー、軽井沢からぐるっと一回りする旅というのをやったんですへ<ー>あの時の時歌です結局ね曲ができなかったんだあ。ね。じゃあ<ー>彼は、ね、その時の思い出をあの曲にしたじゃあ,あののというのもやっぱり大さん から、松本さん、細野さんが共有していた景色というふうに僕らは思っていいわけですよね。思っていいと思いますけどね、ハッピーエンド以前というか直前ですね、ハッピーエンド始めるぞっていうような、そうですね、それが大阪く84年になって、15年経ってたわけですよね、イースタイムの時には。そのにあに、まだ終わりじゃないっていうようなことを彼は言いたかったんじゃないですか、僕は終わると思いですけどね。 あ今回ね大竹、うんえー、さんが来てくだされるということで大竹さんが作詞をし、うん、作曲をした、はいえー、曲をちょっとピカピカしてきたんですけどすわざわざなんか気遣っていただいていい <laughs> 大した歌はないですよ言う時はそう僕の分はね初期の作品においては擬音がやっぱり多いですよね「ねドドド,ド」とか「イラ、ね、イライラとか。 宮崎賢治は僕は一回も読んだことないんだけれどもあ<ー>あのオノマトペが多いっていうのを後で聞きましたねやっぱり道賢人だからなんでしょうかあ、まあ、言葉の因律というところにちょっと焦点を合わせて見ていくと、はい、やっぱり大崎さん今日僕初めて聞いたんですけど初めてやった楽器がドラムだったってことやはりリズムから先に来る人なんだなってことまず分かったリズムですそうするとす、ね、ソングライティングにおいてもその歌詞を書くときにその意味性よりも、はい、やはり その,陰率の方ににやっぱり先意味性よりもではなくね意味性なし <laughs> 音率100% <laughs> いや結構意味は出てくると思いますけどまああとでこじつけ <laughs> 意味はね全く考えてもないですけど自慢じゃないですけど暑さのせいっていうのがねあってみんなよく言ってて「あっ」って言ってあの頃ねそういう「あっ」っていうので始まる、ね、流行語があったんですよ。あ,<ー> <laughs> あっと驚くためごろっていうのが流行ってたのよ。はい そのあっていうふうに言ったら次の人は「と驚くためごろうと頭浮かぶだろうと」と、はい、で「つさでのぼせ上がった」って違うのが言ったらガクッとくるだろうっていうそう、はいう <laughs> ウケたウケてるねいいよ <music> さて元よりりりゅうションは今番組を聞いてくれている全国のリスナーの皆さんがインターネット上で楽しくコミュニケーションできるツイッターという仕組みを採用していますここに参加したいという方は今から URL をお知らせするのでぜひ書き取ってください「WWW.moto.co.jp」 スラッシュ MRSMRS は大文字になりますね WWW.moto.co.jp スラッシュ MRS 番組からツイッターのお知らせでしたアクスティックスクラッシック・ロック・ッッ This is まあそのような擬音だけではなく大坂さん、うん、ソンライターとしての大坂さんが選ぶ言葉ってやはり心にこう引っかかりを持たせる言葉って言うんですか、ね、濁音を使うのは非常に上手だなと思うんですねああです初期の詩によっては多分貧乏ですね貧乏ね貧乏これ完全に濁音ですね <noise> これがロックのリズムにこう相まるとますよ、ね、ぴったりというか韻律、うん、を感じるというか、ねうんいね、この「貧乏」という曲を書いた時のことを覚えてますか 貧乏貧乏は自分の無理を貧乏貧うんこれは貧乏でいこうとなんか野放縫とかああいうねあの旅して歩いてるとかそういうあの人たちの歌なのねどういうわけだかそれでこれは貧乏は面白いねとたったそれだけあと意味深な何にもないですよこれ実際あの 意味は後から付けて,っって、ね、いくとな,ないんですよ。追求されると非常に困る。ああない。宝くじ買って十時当たって余った金がザクザク。だけど貧乏どうしても貧乏貧乏貧乏,貧乏暇だらけですよ、ね。だってな宝くじだから十時にしただけでしょ。しかしここで陰律を踏んでるわけですよね。<laughs> まあ言えばね、はい。当時このようなライミングしてるしっていうのはそれほど多くなったと思う。<laughs> ダジャレだ貧乏 <laughs> これはえっと72年,年じゃないかと思いますよ。 えーとままだだハッピーエンドがバンドドバとしてまだ、ねま、だそうですね形だけあった頃ですね。でそろそろ皆さんソロでこうゲーム作りたと思ってなかったんだけどね。あ<ー>ねえあ<ー>、まあ、だからグループ内ソロみたいな感じでやっていたのでメンバーの人が多いんですよねうん、うん、バックなんかもね。当時この大竹さんのソロを聞いて他のメンバー何か感想を言ってましたう いやもうそろそろこのあとすぐにあのこのソロアルバムのカッティングの,その工場から,僕,ら、はい、僕は羽田行ったんですよ。はい、でそれがあのハッピーエンドの3枚目の最後のアルバムの「ロサンゼルス録音の旅立ちの日」だった。はいはい 旅立ちの日がファーストアルバムのカッティングの日だったから、うん、みんなも,もだからあの演奏したとかいう印象ないんじゃないですか<ー>その後ロサンゼルスにだから出来上がって見本番なんかはロサンゼルスから帰ってきてからみんな聴いてると思うから、はい、だからハッピーエンド3枚目といえば、まあ、僕ら6本が聴けば、まあ、それまでの2枚に比べて、まあ、こういったらちょっと失礼かもしれないけど格段に。 あの録音がししっかりしている、うん、それからメンバーのそれぞれの,このソングライティングにそれぞれの個性が見え始めた、うん、こういうふうに僕なんかは見てるんですけれども。 大さんははこのハッピーエンド3枚目にについいてはご自身ではどういう,ふうに評価でロサンゼルスの音がするっていう<ー>ねやっぱりバフロースペミンフィールドとかああいうロサンゼルスのバンドの音を目指していたわけですから最後にそこでその本地でねその、はい、しかもそのペットサウンズ僕の「外はいい天気でよ」って使ったオルガンは、はい、ペットサウンズの時にブライアン・ウィルソンが。 使っただったたオだんですメインのスタジオではなくて、はい、ダビングでよく使われるサンセット・サンド・スタジオっていうところだったんですけども、はい、でそこでやってたですね、はい、で撮ったエンジニアのウェン・ディーリーっていう人が、はい、直前にデイブ・メイソンの「ヘッド・キーパー」っていうアルバムエンジニアしてた人で、えー、僕が田舎道を歌ったら「まあデイブ・メイソンにそっくりだ」とかいう政治 <laughs> なんだか皮肉なんだかよく分かんないことを言われて。<laughs> たりとかでその時にウェン・ディリーの,そのレコーディングの仕方っていうのをあの僕はちょっとか間見たロコン、ね、のピアノ全部閉じてあるとかねこ、はい、れも,もう全部セッティングして区切り打ってあるっていう、はい、あのスタイルですよね。はい、でもそういうようなこととかロコンのやり方みたいなこともちょっとあとヘッドホンでやって。 ミックスヘッドホンでやってからそれ後であとで大きい、あのー、スピーカーで出すとかそういうスタイルとかいろんで、はい、アル・シウィットっていうやっぱオーダーデモンはね、い、エンジニアでいるんだけれども、はい、師匠がその人だって言ってました、ね、あそうですか、えーうん。一枚二枚目と明らかに違ったらドラムのサウンドだと思うんですけども<ー>ドラムにやっぱりマイキングなども随分参考になあそるんである。 あそこのセットうんだからスネアぐらいのもんじゃないですかうですうん全セット持ってってないのでね、うん、だから、はい、あそこのうんとスタジオから出る,出る音が同じような音になるとかっていうようなことも一つはあると思いますよ持ち込む人もいると思うけど、はい、セットを持っていくのは当ったでね。このアルバムではあのアディショナルのミュージシャンとしてバンダイク・パークスも参加してましたけども、はいはい、僕大竹さんに伺いたいのは大竹さんその後あまり海外での。 そのセッションというのは、まくありません。で、まあこあの辺最初で最後。僕は個人的に。これは僕大田さんきっと独自の何か見解があるんじゃないかと思うんですけども、日本でのそのレコーディングにこだわる理由というのは何かあるんですか。ああ、うん。面倒くさいからね飛行機嫌いです。<laughs> バンボリソと同じです <laughs>。ね <laughs> アッピーエンドが解散だったでしょうか、えっと、シングル版でソトル「ソロとルクジラ」これはれ2年の5月ぐらいなんですよ<ー>ソロの第2弾でソロアルバムが出るよりも半年以上前の話なんですよああ<ー><え>そうでしたかそうです、うん、これはね当時、うん、あのよくラジオでかかったんですかかかったんだよね、えー、ちょっと出版社とあるところに変えたのでね、はい、でそこの出版社と僕いまだに続いてるんですけども、はい、それが第1話だったんですね、はい だまあ、よくったってね僕は2回目でしか聞いたことないすあそうですよ深夜放送で僕は中学生ぐらいだった深夜でしょでも、ね、深夜です、はい、でまあ大竹作品にしてはなんて言っちゃいけないんですけどとても分かりやすくて。 ポップなメロディがありましたよね。うん、あねそして言葉も面白い。うん、だからまあ12歳ぐらいの僕でもこの曲は楽しいってあ,あの率直に思いましたね。あの僕ジョンデノンのファンなんで、まあポールも大好きなんだけれども。はい でポールの方がなんか一般的に分かられているっていう考え方だったのねで当時はね<ー>ジョンは分かりにくいっていうあブルース構造が多いしね、はい、ポールはあのいろんなねイエス・タデーとか、ね、分かりやすい音楽を作る人だっていうような印象があったので、はい、あのポールのようなあの歌作りはしないっていうのがあのハッピーエンドの時のなんとなく全員の個不分率というか。 やっぱりこうルーツであったりブルースであったりのちょっとジョンということではないんだけども、えー、なんかあんまりわかりやすい曲じゃないないものをやろうっていうのが暗黙の了解であったと思いますよ。しかし小崎さんの中にはそれをやりたいという気持ちがあったんだよ。 そうね、ソロだから違ったことをやった方がいいのではないかっていうことであ,あでえてソロだからやったんですよ。ああそうですか。うん、だから B 面の「うんうん、そのサミダっていうのは適当なねの歌でだベース以外全部自分であのやるとかそういう遊びだったんですよ。えー、ああそうだな、うん。まあだ多少な、うん、今にして思えば、まあ、そういうメロディーメーカー的なものの単調がそこであんのかもしれない。ね、ええ 曲作って2年目だからね。そうです。そのようちさはね、ご勘弁願いたいね。いや、あの。別らしい楽器使ったんです。クラリネットかなんとかね。ですよね。ええ、あの頃はね。まあ、でも、ポールのほら、あの、ハニーパイだとか。よくやってました。ねノスタジックな、だから響きがありました。はい。また、あの、クラの人、うまかったんだよね。スタジオミュージシャンですか。あ、佐野さんだったかな。上手い人だったな。うん。うん。うん。 街角に僕はハッピンのレコードを聞いてると分かるのは僕なんか聞くとあ、大谷さんはロックンロールだなってそうやっていただけるとありがたいですね、はい、で何かの記事で読んだんですけども細野さんにロックシンガーはシャウトだよって言われた <laughs> 細野さんが言ったのよね春夜声とかではしっかり大谷さんシャウト、まあ、シャウトしてるんだけど、はい、なあのー なんてあの「強制って「規制」っていうか「強制とかほら「リトル・ウジャードのようなジョン・レノンもスローダウンとかさああいうような時にやるねあのシャウトはまだやってないねって言うからそれで「貧乏」の時に無理やり入れたの。ご機嫌なシャウトでしたよね。うんまあエルヴィスはねあんまりシャウトっていうかああいうこれ見よがしのシャウトはしないんだよね。 このなんて歌自体がもうなんで一つのシャウティングスタイルっていうようなことでなんかあの規制を上げるっていうシャウティングがリトル・リチャードのようなのっていうのはないのであんまりそういうのはあのやったことがなかったんだけどまあジョン・レノンがやってたからまあやってたんでリトル・リチャード・バリのシャウトはジョン・レノンはよくやりましたよね,ね,しねラリー・ウィリアムスバリというかね、うん、ポールのシャウトもそうですねポールのリトル・リチャードのシャウトで,でジョンはラリー・ウィリアムズにしてああそうだったなあ <laughs> <laughs> うん うん、そういうようなことがあってだから「ああそういえばやってない」って言われたからじゃあ貧乏入れましょうみたいなことでそれで貧乏にこうあえて「出来損ないの」のシャートを入てまし、えー、ハッピーエンドの中で本当にやっぱり日韓的なこの商法を持ってたのは何と言っても僕は大敵さんだと思いますね。うん、ロック的な,な自分では僕の <laughs> ドラマ前ですから。はいはい、ねえ、はいまあえーと。ハッピーエンドの話ちょっと終始しちゃって、ね、他にもあのたくさん聞きたいことあるんですけれども。えー あの,何で,もあの何でも答えますか今からもう電話受け付けてもいい,みたいに何でも答えますから <laughs> じゃんじゃん言ってください、うん、しかし大瀬さんは日本の通うの歴史に詳しいことで知られていますよねああの、うん、まあ今さらここで僕は言うまでもないんですけども大瀬さんの持論であるいわゆる分母分子論ですよね、はい、これは日本のポップスを世界史分の日本史で捉えたというなるほどなという理論だと思うんですけども、はい、この理論は あの発表された後考え直しが入ったり、えー、あるいは何か更新したりっていうことは今あるんですか、えー、そうですねあれが元になっていろんなものになって NHKFM で90年代にあの2回やったんですけども「はい、あの日本ポップスデン」というあのものをね湊、はい、プロデューサーのもとにあのやりましたけれども、はい、あれは文房具ロ論のラジオ版だったというふうに思ってます。 明治から1970年までっていうようなことをまあ2度にわたってやったんですけども、はいえー、いろんなことをやろうと思えばまたやれるとは思うんですけど大体んん、うん、だから部分部分のところを掘り下げるっていうようなことは必要だなっていうふうにあの思いました、はいはい、でそれ以降あのなんとその演歌の大御所船村徹さん、はい で遠藤実さんそれから作詞家の星野哲郎さんその三方に、あのー、インタビューを試みました、はい、それでまあ小林晃さんを中心に当時昭和30年代の歌謡がどういうものであったかっていうことをじかに私が質問しましたところ、はい、これは異種格闘技であるというふうに言われましたけどあ<ー> <laughs> 確かにだから向こうの人もだから、まあ、知らないわけですよね僕のことなんか。はいはい でまあ、全くその畑違いなわけだから、はい、そのなところなんだけれども、まあ、あの大先生は本当に、まあ、あの懐が深いっていうかね、ええ、もう話を聞いてくれて<ー>こっちのそういう拙ない質問もちゃんと、ねはい、丁寧に答えていただいたんですけれども、はい、そういうようなあの格論に行くんだというふうに思ったんですけど,どそれからねもう一つはね、はいあの 日本ポップス伝の前に、あのアメリカンポップス伝っていうのを、実は僕はやっているんです。あ,あ、そうです。ただ、そういう名前じゃなくて、はいはい、ゴーゴーナイヤガラというラジオ番組がですね。七十五、あの五年から3年間、から三年か、はい、やりました。はい、あれが実は、あのアメリカンポップス伝だったんですよ。なるほど。で、先にアメリカンポップス伝をやっていたので、後に日本ポップス伝をやったっていうことなんです。 リースの中には午後内から聞いた方もいるかもしれません。1975年ラジオ関東から始まり、次は TBS、ね。年をりましたね。80年代にその後、あのまあアーカイブとしてラジオ日本で2001年までま、ね。2 0 0やりました。やりましこれこれまあまあアメリカポップス伝というあアメリカポップス伝というのを言い換えてい,いと思うんですけどもですね。まあ言わばこれは続きはあるんですか。それであのラジオ関東の時は、はい、あのー。 アメリカンポップス伝は目が打ってないんですね。ええ、で、ま、で途中で終わると思ってなかったので、はい、未完で終わってるんですよ。あそうです、ね。ですから日本ポップス伝のようなアメリカンポップス伝をやろうと思ってます。はい、あそれは興味深いです、ね。はい。うんうんええ、これはもうステーションとか決められたるんで、ね、あの心の中で決めております。え今晩夜個人的に誰かに発表するかもしれないっいう。<笑><笑> <laughs> <laughs> まだ誰にも話しております。かりましたはい、じゃ、大勢さんの中では、結局午後の絵柄と日本ポ国勢というのは、まあ、まあ。 対象は違ども同じですね論のその展開の仕方としてはもう共通であるすこういうふうに認識してる認識してます文房具志論も論になる前のものはすでにそういう混沌とした形ではあったけれども提示していたとで「ナイアガラボックス」っていうのが僕今度ね12枚組で出したんですけど CD のその中に入ってるその12枚っていうのもそれが文房具志論なんですよ。ああ 実はこの作品こういうのの中に評論活動を入れたとまあ、えー、ちょっとかっこよく言えばな話ですけど、ええええ、言っておきますよ大した歌じゃないですよここはね共通しておきますからね、うん、真面目に聞いちゃダメですよこのね聞き流すのが一番いいんですけどもただそのそういうつもりになっていますねそうです結果的にそうなったと思いました。はいうん まあ、あえてこの番組で文法分子論とは何ぞやねんみたいなことはこうあの喋っても時間長くなるので割愛しますけども今インターネットリソースの中で大竹さんがこのお久しぶの持論である文法分子論本当にこれはね、あのー、日本のその会話のあり方を 一つ独特な視点で捉えた素晴らしい論であると僕思うので、えー、興味のある人はぜひ自らこれちょっと調べてみてくださいありがとうそんなにもうお褒めいただいて本当にいえ<や> <laughs> 先ほどあの小林明さんの話が出ました、はい、あの大塚さんといえば他のスインガーにこう曲を提供してますけどね、えー、僕があの大竹さんが他のスインガーに書いた曲ですけどもやはりこの小林明さんの「熱き心に」 いい歌ですね。ね今でも小林明さんはご自身のコンサートのオープニングとかね、この曲グクロージングは必ずこの曲を使っていただいてるんですよね怖いな話ですよねや本当にありがたいっていうか身に余る声ですよ、はい、あ一曲しか書いてないですからはい 大竹誠一さんの世代とに,にから見て小林明さんとやはりスターという感じですか。うすうん、ああそれ日活の映画などを通じた今映画スターでも僕は歌も好きすっごく好きだったんであ<ー>うん、うん、これは大竹さんの方からオファーしたんですか。これは向こうから向こうって<は>いや明さんでもないのよ。えー、C.M. ああね、CM 会社の,その人がいてやっぱりその明さんをあの起用するっていうアイデアがやっぱりその絵の方から出たと、うん、で音は誰かないだろうかっていうことでそれはね僕の CM 最初にやったのは73年なんですけども、はい、73年からずっと付き合ってるその CM の会社があるんですね、はいうん、でそこの人がフッサンに来て録音なんかしていくわけですよね、えー、で来ると暇なのでいろんな話をするわけですよ、えー その時にその僕が編集したあの小林晃ビデオっていうのを見したりするわけ見したりしてたので僕がファンだってことはもうその何年も前から彼は知ってたわけねで本当にその85年だったかになった時にあの久々に現れてあの人はいまだに忘れられない「大滝さん今度は断れません」って。 あの一言は忘れないですねね、はい、ようやく来たたかーっていう感じし僕も全身全霊を込めて<ー>で僕が作ったっていうよりもやっぱりらさんとかの総体のね、はい、それまでの人あの作家の人なんかのあれを全部まあたまたま代表してまとめることができたっていうことなんだと思いますよ。 ディショ番組では皆さんからの楽しいフィードバックを待っています番組専用のウェブサイトを用意しているのでぜひご覧になって曲のリクエスト番組のコメントを送ってください今から URL をお知らせするのでぜひ書き取ってください「WWW.MOTO.CO.JP スラッシュ MRS」m mrs は大文字ですね www.moto.co.jp スラッシュ MRS 皆さんからの楽しいフィードバックを待っています番組から専用ウェブサイトのお知らせでした radio show. さて「ロングバケーション」30周年おめでとうございます。ね<ー>、はい あのこのアルバムを聞いてもらうのは今聞いても思うんですけれども、まあまあ、言葉で言っちゃうとちょっと軽くなっちゃうかもしれないですけど、まあ、80年代のあの景色を思い出してみると例えばスティーブ・オイはい。80年のアンジェリーシングル、はい、は3月です。3月。のデビューの年だから、はい、佐野君にとってはものすごい。 こう先月に覚えている、八千九百八十年なんじゃないですか。景色ですね。うん、あの、海辺のドライブとかね、そういった、そうした景色をね、僕はあの、ロングバケーションを聞くと思い出すんですよ。うん、で、今回、まあ、ロングバケーション三十周年アニバーサリーということですけども、これも。今のリマスタリングで提供しているという。理解でいいんですよね。う,ねえー、うん。何かあでも、これ以上のことはないというふうに思いました。あ、もはや。あ<ー>。ええー。 もう30年、まあ、その CD が出て CD 第一号にしてもらってねたまたま CD 第一号になってしまったので CD とずっと付き合いましたけれどもそろそろ CD という形態も終らわるという噂もありますけれども、えー、今30年やってきてまあ大体あの、ま「ロングマーケーション」というあの作品が持っている質感についてちょっと僕、はい、あのお話ししたいんですけども。えー まさにその80年代初期の,の日本の景色を描いたのかそれともロングバケーションがあのような、あのー、内容だったのでそのようにあ日本の景色がなってたのかそこはちょっと定かじゃないんだけれどもど、ね、今聞いてもですねそうですか時代をすごく感じるんですようあのー。 80年にまあレコーディングは桶、OK、はね、うん、全部80年の8月ぐらいに全部桶、OK、を取り終わってるんですよ4月に始めて<ー>ねえ本来は80年の728に出る予定で作ってたんですだから80年の景色っていうんだかそういうものがまあ缶詰にされてる音だとは思いますね、うん、で、うん、リゾート法っていうのも79年だったらしいんだよね ああそうです社会人があとで調べた話ですけどそれがあるのかと、まあ、80年ぐらいのウォークマンの登場っていうんですか、えー、それはそのまあ音楽が外で出たとかまあ一般的な言われ方しましたけど多分リアルタイムでこの「ロングバケーション」という日、まあの傑作を聴いたリスナーまあこの番組のリスナーの方にも多いと思うんですけどももう1曲目が始まった途端に。 そのの時代の景色が蘇るというか非常にそのノスタルジーを喚起させる力が強いんですね「ロングバケーション」という作品は。最初から<お>そかう意味ですか,か、ええ、出た時からリアルタイムの時からいやリアルタイムの時にはもう、あのー、時代と並走してるからる、あのー、心地よく聴けたんですね尾崎、うん、さんのメロウなボーカル心地よく聴けたこれが10年経つ20年経つ30年経って今聴くともう今の時代にはない独特の「 その80年代の,あの時代の雰囲気というのものを佐野君のあれだったってやっぱ80年なんだしみんな80年いっぱい、はい、あのこんな人たちはみんな出して。

あの前田智さんと大竹さんが構築した独特のその透明なそのリバーブ感というかあの,あのレコーディングはねの,のあの80年代にもう行われてないレコーディング方法をやったんですよ。ああそうで121、ねはい、曲、えーと「君は天然色」「ベルベットモーテル」「カナリア」えーと「カレン」はいね「フォータイムズファン」 この5曲はあの一発撮りなんでツーチャンネル一発撮りあとはあのバラードスピチュアルーチワールドとかあのウェンズデーとかはマルチ普通のマルチ録音ですけどそ,ううそれがちりばめられてるっていうのがもうひょっとしたらあの聞き飽きることのないあの音の,あの関係性かもしれないと思いまして。えー だけど、まあ、それは、あの、確信犯です。そうでしたか。はい。一発撮りをするっていうことをやっていました。ミュージシャンたくさんスタジオに集める。そこでレコーディングしてる時点で、エンジニアである前田たのさんと。大竹さんは、最終の音像みたいなものが、もう確実にあった。いや、あのよは、あの、なんやその前の五年間でエンジニアずっとやっていて。何度も、あの、トライしてんですよ。 それがナイアガラボックスでありますから聞いてください。<laughs> あの自宅のスタジオでずいぶんいろんろなトライをしてるんですよそれの試行錯誤をあの大きなスタジオでやったっていうことと、はい、やっぱりその吉田智さんのようなそのプロのエンジニアがだいてくれると僕のエンジニア部分の,あの労力が。 はい、代理でやってもらえるし、はい、で一気な詩書かなくていいしね松本君のいい詩があれだ <laughs> を書から詩はあの松本君に書いてもらうエンジニアは吉田珠さんにやってもらうってうんで僕は二つの重荷から解放されてるわけですよねなぜ、はい、完璧に、うん、あのサウンドだけに集中することができたっていうのはこのアルバムなんですよ。なるほどであの頃はみんなもうマルチロコンで2 4人年、ね、16社のよか24社のしてさらに、はい。 あのそのチャンネルになってるし、うん、でトライアングル2の後のイーチタイムっていうのは24同期させてるんですよ、はい、48でやってるんですけど、まあ、そういうふうな時代だからこそあの2チャンネル一発録音っていう、えー、ようなものがあの f サーでもやってるんですけどあ<ー>それをあの大きなスタジオでやろうっていうことをこう長年構想としてですね温めていたんですね。楽団の演奏を聞いてみると確かに かつ撮りの、何かこう筋の通った、あのー、演奏感みたいなもの。確かに感じますね、ね<え>言われれば、ね。ダビングして撮ったんじゃないなという感じはありますね。ダビング、ダビング,ビング、ね、う感じそうそうそう、あの、えー、クールなもんなんか、ダビングのあの。個別の音がクリアに聞こえるっていうようなものは、えーえー、パラドなんかはいいんですけれども。はい、やっぱりロックンロールはね、一気にやんなきゃだめですよ。なるほど。あの、リマスターしながら、遊びながら、君は天然色のアクオスティックギターのだけっていのがあるんですよ。 はあ、そでこれでね後半すっごい音が大きくなってるの<ー>床にのが乗ってきてかぶ<ー>りがねすっごい大きくなってる最初はすごい小さいんですよで,、ねえー、でアクスティックがいけるのってあれがやっぱりね一発撮りのよさですよねで周りの,あの演奏も盛り上がってきてるからアクスティックの連中ももうかき鳴らし方がだんだんあの力が入ってるわけですよ やっぱそういう自然感も録音したかったっていうのがあって一発撮りにしたんですけどねそういうようなことでもしねあの中身よりもまあ何度聞いても飽きない音だっていうふうに思われてもらえるなら便利だなというような気がするんですけどね。 そ、まあ、そしてそのサウンドでいうと、まあ、よく、えー「大竹一流フィル・スペクターさんの『ボール・オブ・サウンド』なんていうような説明のされ方もありましたけれども。やロマンド・オブ・ケーションなんかでは3曲しかないですからね。ボール・オブ・サウンド <laughs> そうですよね。冬の歌あるしね。少し僕不思議なのは当時80年代フィル・スペクターのレコーディングの現場などは例えば今だったら YouTube などに載ってますけれども、はい、当時はそういう資料みたいなものは書物でしかなかったんじゃないですか ありません想像です全部想像。は、はい、で僕はあのアメリカのフィル・スペクターイギリスはジョー・ミークっていう、はい、あのプロデューサーが好きで「シベリ・鉄道」っていうのは、まあ、ジョー・ミークへの、まあね、トリビュートソングなんですけどそ,です、ね、でその前に「タローバンナ楽団で」でジョー・ミークにはもう何曲もトリビュートしてたんですね。えー、で最近 <laughs> ジョー・ミークのところの,あのライブビデオが出たんですよ。<ー>でフッサも あの鏡がないので、はい、演奏者に行く時は戸を開けるんですよ。はい、で戸がね、あのー、二重になってるんですよね、あのー、音が漏れないように、はい、それで開けてああああそことこはこれこうって言って帰ってきて筆エンジニアで閉じてやるっていうのを常務員くんがやってたあの人も8畳ぐらいの狭い部屋だったのねそ,うだったそれでやっぱり閉じててガラスがなくて、えー、でミュージシャンに指示するときにいちいちとくへんのああトークバックがないのね <laughs> それはねおん同じだったんでびっくりしてそれでベースドラムの音の代わりにバスタブに入ってあの全員で足ドンドンドンっていうふうにやったとかねバスタブのリバーボーを使ったそうです僕タラバン大学なんであの4人にブーツ履かせて木の、はい、板踏ませましたけど <laughs> みんなやってんですよね いや、驚きましたね。でも、そういうのを見てね、やってんだっていう。まあ、本当に、そうです、ね。本当に、昔は、そういう手作りの録音でしたよね。ね<ー>まあ、そういうことしかできなかったのでね。まあ、自宅のスタジオの、あの、良さっていうのか。はい、ああいうような、いろんなことを、あの、試すことができたんで。あの、ようやく、あの、ロングバケーションの時に、あの、それが生きた。 と思いましたねあの結局時代を経てみるとやっぱりそういう手作り的な音マニファクチャーな音の方がやっぱり人々に長くあの聞かれますよね。と思いますよ僕は、えーえー、いろんな工芸品なんかとかああいうのやっぱり大量生産のものはその時安かったり大量に出たっていうようなものは残らないんじゃないですか、ねえー、僕もそう思いますね。今夜どうもありがとうございました。 could live without music. This is Moto Radio Show.